ここでは入れ替わりで敵ボスと戦うことになります。赤らが王を倒したら倍速します。最初の10秒でお金を準備したら、衝撃波に合わせてゴム、大狂乱の島、桃太郎を出して妨害。桃太郎は法律で出す数を変えます。働き猫のレベルはこの時点では2が限界か。島を出さずにゴムで対処すればもっと時間をかけることができましたね。だがここからものすごく時間をかけて資金を準備していくんだろ。クニオくんがいないので初期のレベルは1からスタートしますが、資金面では問題ないので心配はいりません。ここに来るまでには大体キャラ準備できるからなんとかなるんだよな。ここで働き猫のレベルをもう一つ上げておきます。赤らが王を倒してはいるお金は6000円くらいなのでレベル2でも問題ありませんが、城を叩いて出てくる次の相手に対して対策できるように立ち回ります。さすがにここまでレベルが低いとこいつ倒すのにも時間がかかるな。城を叩く時にもお時間をかけたいのでここまで上げたら倒しても構いません。この時必要以上のキャラは決して出さないこと。時間をかけてお金を増やすのもありますが、ステージ幅が狭いので有効活用しないと負けます。ではここで倍速スタート。次に出てくる敵は師匠です。射程で負けてる上に打たれ強いわけさんでもないのですが、ゴムと島を出し続けると勝てます。普通だったら島が弾かれるだけなのに1回か2回攻撃しているな。どうしてなんだ？この方法を使った攻略は結構使うので覚えておいてください。では師匠を倒すのになぜもっと他のキャラ使わないの？簡単に言ってしまえば弾かれておしまいだからです。すげえ事情があったもんだな。大体こんな編成でこのステージ乗り切れるのか？確かここってメタルも出るんじゃなかったか？このメンツで大丈夫なのか？クリティカルは島が担当しますが、実は壁4枠あったらキャノンブレイクと組み合わせて倒せたりします。今度はコアラッキョかよ。ここでも島とゴムだけでクリアするのか？波動無効キャラ使ってもいいですが使うなら白イズがおすすめ。他のキャラだと再生産に時間がかかってアウトになる危険があります。確実に安全に攻略したいんだな。だってもっと進んだところで一方的に負けて攻略できなかったんですもん。大型キャラの生産はタイミングを見て出していかないとこの編成でも攻略は無理です。ダメージは入ってるから時期に攻略はできるんだろうが、もうちょっと早めに終わらせてもいいんじゃないのか？では次のボスが出てくるまで城を叩きます。ニャンマの第三形態持ってる方は攻撃力上昇してると一気に複数のボスを出してしまうので注意。問題のメタルサイボーグですが壁と島で対処します。前述した通り壁で1ずつ削っても倒せますが、時間がかかりすぎるため島でクリティカル狙いです。次は黒沢か。珍しくここでは白ガル使うんだな。ついでに白イズも使ったらどうだ？島をワンパンするくらい強いのでタイミングを合わせて再生産していくわけですが、実はこの黒沢白イズをワンパンで倒すくらい強いです。おいおいそこまで戦力に差があるってことかよ。簡単に申しますと活躍値に対してレベルが低すぎて対応できないんです。白ガル以外はワンパンでやられるので使用はおすすめしません。で今度はイノシャシをこのメンツで倒すのか？今回桃太郎大活躍だな。イノシャシに対しては妨害がしっかり働くのですが、しばらく経つと困ったことが起きることだけ報告しておきます。今度はコブ兵か。危険だが前に出さないとヒットバックしたはずみで城を攻撃しかねんな。黒御霊が活躍するにはしますが、この後の攻略で長時間活躍していただかないといけないのでゴムと島だけで倒します。普通なら島は弾かれておしまいですが、ゴムを攻撃した後だとタイミングが取れるので攻撃できます。今回この組み合わせばっかり使って時間もかけまくってるな。こうでもしないとレベル20での攻略なんてできませんよ。なんというかまあご苦労様って感じだな。10枠全部有効活用するためにニャンコンボも組んでないんだから大変だな。大狂乱のゴムがいなかったら攻略は成立しないのと、白イズ使ってもこの通りやられるので使えません。まあ、運レベル20だしな。次はダチョウが出てくるわけだが、このために黒御霊入れてたんだな。なお遠方範囲攻撃のため、一時的にわざとダメージを受けて交代します。攻略の鍵は再生産と資金になるので、余裕を見ながらキャラを出して対処していきます。ちょっと様子を見ないと城を叩きそうな勢いだな。一気に敵が出てきたら対処できないんじゃね？間引きともう一度交代が望ましいですね。なおこの黒御霊はできる限り死守して最後まで使い続けるようにします。派手にダメージを受けてるが大丈夫なのか？白い敵に打たれ強いと言っても結構危ないと思うんだが。もうそろそろなのでここで白ガルを出します。金銭調整が難しい敵が次に出てくるので早めの対処で対応します。次はいつも苦しめられてるイノエンジェルだな。イノシャシと違って同じ妨害を受けてるはずなのになかなか止められねえ。ここで黒御霊以外を出してフルバーストします。お金を準備しないと最後が厳しいですがここでキャラを出し切らないとここで負けます。ここで詰まって何度もやり直ししたんだもんな。資金は半分ほど準備できたから壁出しで対処していくことになるな。敵を倒さないとまとまった資金は準備できませんが、ここまで準備しておけば壁出しと白イズを出し続ければなんとかなるでしょう。こいつを倒したらいよいよ統率力800も使うあのステージが待ってるわけだな。このステージはあと城を落とせば終わりなので壁以外を出していきます。いったもの挑戦の末に攻略できました。ドロップもいただけて5万円です。では編成紹介に移らせていただきます。
全キャラレベル20以下なのを確認いただいて今回の攻略の成功の証といたします。19なんて微妙なやつも使ってたのかよ。レベルは間違えてあげてしまったもの以外20を採用しています。確認が終わったところで、ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。次はこのレベルでできるのか?っていうステージです。時間内にレベル20で挑戦って前代未聞だからな。